はい、どうも、こんにちは。底辺の王と書いて、帝王と読む新帝王です。はい。この時間は平日の昼の部ということで、スーパーファミコン版のドラゴンクエスト6の、起き上がり確率1024分の1のレアモンスターのみで集める縛り攻略プレイ、はい、やってます。題して人間の底辺がレアモンスターのみでクリアする配信、その134、キラーマシン2の4匹目、秀樹のカウント2226から配信再開しますのでよろしくお願いします。ということで、罪だけど昨日ロックマンクリアしたんだね。はい、グレース再開しますね、本当にもう。最後もう死に物狂いでなんとか行きましたよ。はい、4個目さんもいらっしゃいませ、こんにちは。自分でも無理と思ってたんですがね。はい、人造再開します、こんにちは。はい、ロックマンクス一応クリアしましたよ。一応、人造さんにはね、報告しなきゃですからね。なんとか。こんにちは、ご機嫌は。はい。まあ、ご機嫌はぼちぼちです。はい、あやさんいらっしゃいませ、こんにちは。立ち見6から見てます。立ち見に6。立ち見はまだですね。はい。な、米、ね、6だったら惜しかったですが。はい、7個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。まあ、とりあえずね、ようやく。まあ、今日からまた、はい。何言ってんですか？はい。はい。ありがとうございます。はい。どういうこと？どういうこと？ガク？はい。12個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。はい。昼は焼きうどん食べました。はい。最近そういうはね、ちょっと麺類ばっかですが。まあね、ちょっとあの麺結構買っちゃうんですよね。リッチじゃん。リッチですか。いいですね、一玉30円。自分は豚キムチ丼作りました。いいじゃないですかね、豚キムチ丼って。ハマってるわけじゃないんですがね。やっぱ手軽っていうのがね、やっぱり。はい、哲さんいらっしゃいませ。こんにちは。いいな、帝王金持ちで。なんでですか？なんで一玉30円のうどんがなんで金持ちなんですか？一体何食えば何質素って言われるんですか？ねえ。まあやっぱりね、でもやっぱり。草なんか。草食ってる人いるんですか？じゃあリスナーさんの中で。ねえ。光合成植物じゃないですから僕。光を餌にしろと。霞。霞なんてどうやって食うんですか。昔山菜はよく食べてた。山菜の草食べたら翌日ゲロ吐いた。そりゃそうでしょ。札束をそのまま食べる。札束なんか食えるんですか。ジュンさんいらっしゃいませ、こんにちは。無理ですよ、お札なんて。もったいない。来たよ、昼飯。はーい、25本目さんいらっしゃいませ、こんにちは。昼は焼きうどん食いました。ちょっと麺類ばっかでね。まぁ、あ、ちょっとね、ちょっと賞味期限が過ぎてたんでね、ほんとは今日ね、ご飯も食いたかったんですが、ソース味派は、僕は、うちはね、焼きうどんは焼肉のタレ使いますから、まぁ、否定派って言ったら否定派ってことになりますかね、やっぱり。焼きうどんいいな、昼はステーキだったからな。そっちの方がよっぽどいいじゃないですか。焼肉のタレうどんか。お米じゃないです。いや、ちょっと、買ったうどんがね、もうちょっと、ねえ、はい。醤油じゃないです。うどんは焼肉のタレが美味しいから。帝王からは酔い出し取れるん。さあ、取ってみたら、はい、33個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。ちょっとうどんのね、賞味期限が過ぎてたからね、さすがにもう今日食わなきゃってことで。ね、それがなかったらね、昼、ご飯食いたいんですが、食いたかったんですがね。結構いろんな味あるんですね。自分は醤油とだし。醤油ですか？醤油とミンチをブレンドして作る。凝ってんですね。なんででしょうね、うちが焼肉のタレなの。あれかな、昔、昔、
昔ね、あの町内会のなんかのあれで、うん、醤油味かソース味だな、ね、うん、あれでね、あ、うん、北海道でほら町内会の時にあのジンギスカンね、うん、よくね食べてたんですよ。でその時ね、うん、昨日はそれを、はい、断食してダメ、はい、37個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。なんで人の努力を認めないんですか。はい、刺身盛り合わせ定食さんもいらっしゃいませ、こんばんは。ね、あんな死に物狂いでね、半身としてあるまじきね、米ね、棒読み切ってまでねクリアしたって言ってるのに。いや違います。いやだからその時だからね、やっぱりほらね、ジンギスカンも焼肉のタレであれしたから、その時ね多分ね、その時だ誰かがね多分ね、うどんもねあれしたから、うん、チートじゃないですよ。何言ってんですか、何言ってんですか。人も努力のね継承、うん、43個目さんいらっしゃいます、こんにちは。はい、45個目さんもいらっしゃいますです。はい、うん、ね、昨日あれだけ一生懸命死に潜りでね、プライドをかなぐりしててまでね、もう全力でぶつかってね、ようやく達成した。骨を切ってバレにくしたのは英断ですか、ね、何がですか、何がですか。本当に失礼な、ね、でもやっぱりね、コメントに反応しながらとね、どうしてもやっぱりね集中力っていうかね、うん、下がっちゃいますからね、うん、まあそこが配信の辛いとこではあるんですが、いや、さすがにうどんとご飯無理ですね。あ、47個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。さすがにうどんとご飯は、いや、邪魔じゃないですよ。録画じゃないでしょ。ね、確かに今思うとね、そういうふうに疑われてもしょうがないっちゃしょうがないですが。ね、やっぱりあれ録画だった、ね。違いますよ。違いますよ。違いますよ。いや、本当はだからね、リスナーさんのね、コメントさばきながらクリアしなきゃいけなかったんですけど。本当、昨日だけは是が非でも勝ちたから。だから、いや、でもね、あ、いや、無理でしょ。いや、それはそれでまた別物ですから。DOAI 疑惑、うどんで思い出したけど、香川の人って高血圧の人が多いらしいよ。うどんのせいでですか。ポテトで米食べれるなら何でもいけるでしょ。ポテトはほら塩味だからね、あれですけど、うどんはねほら焼肉のタレの味だから、肉だったらご飯いけるけど、それね、ちょっとご飯はねちょっと甘ったるいから、ごま塩感覚、うん、そういうことですかね。キラーマシンに仲間になったら録画確定？なんでですか。でもね、昨日の今日ですかね、なんかね、波に乗ってこっちも来てくれたらいいと思うんですがね、もうカウント的には十二分にね、やってるでしょうから、うん、まあそう思い通りにね、物事はうまく運ぶとは思いませんけど、よく見ると2000超えてるんだね。超えてますよ。この情報って本当だと思う。え？ああ、なんか出てましたさ。決めって確率どれくらいなの？まあ、ね、値段はどうなんでしょうね。で同じやつを繰り返してるんだよね。ね、あの値段が本当だったら、ね、絶対僕は買えないでしょう。買わないですよね。この配信も同じやつで、何言ってんですか。レベルがちゃんと上がってんですから、そのドラゴンボール読んだんだけど、最長老が帝王海しか見えなかったよ。なんでですか。僕あそこまでね、でっかくないから、横幅はともかく。プレステ5の情報でもだって公式が回答してたよ。ああそうですか。いや帝王だよあれ。何が帝王ですか。ねえ、さすがに本体だけで7万なんてね、絶対買える人ねいないでしょう。いや5万だってね、十分躊躇しますよね。いや3万だって僕じゃあね、ちょっといね、よっぽど欲しいゲームがなきゃってですからね。7万とかね無理でしょう。あの値段でも買いたいって人はリスナーさんの中にいますか、ちなみに。もし本当にね、本体で7万ね、もししちゃったりしたら。マジですか。ゲーム次第。ゲーム次第ね。うん、プレステ4はありますよ。
ね、ちょっとエロバレ目当てでね、ちょっと買っちゃいましたけど。ゲーム次第。ゲーム次第ですか。いいですね。ゲーム次第でもね、ゲーム次第で買おうってね、気が。エロバレプレステ5で出たら買うよ。ねえ、嫌ですよ。ねえ。まあまあ、なんでもう、何、欲しいものリストに入れられるんですか、プレステ5って。ねえ、まだ発売っていうかあれなんじゃないの、うん、いやー、でもエロバレーもね、多分ね、今、うん、ねえ、家庭用ゲームね、ねえ、PC 版だったらね、PC 版でもね、もうね、いっそね、18禁にね、特化して出してくんねえかなって思うんですがね、ダメなんですかね、やっぱり。うん。ねえ、パソコン版だったらね、モッドがね。いや、モッドじゃ、やっぱりね、ただね、見た目がね、あれってだけですから、やっぱり物足りんでしょうね、本当に。ねえ、あのくらいの可愛さでね、普通にね、ねえ、ねえ、その、ねえ、本番とかやれるんだったらね、なんかね、10万ぐらいでもね、僕出しちゃうかもしんませんけど、無理ですかね。ねえ、ねえ、そうしてくれたらね、僕ね、多分。1000円で出するエロバレのためなら数万出るんですね。うんうん、イリュージョンってなんかちょっとね、モデルがあんまり可愛くないんですよね。なんかね、逆にリアルすぎるから、うん、逆にちょっとね、なんか不気味というか。ねえ。本番って何？何の本番？いや、そこまで買えるお金ないですよね。うん、ねいや、だからね、なんとかしてお金工面してね、あれするんじゃないかなってわかんないけど。お金ないも設定だったら本当にいいね、いいですよね。持ってるゲーム全部売るんだね。まあね、何かしら売れるものね。探して、うん、ねえ、お現金にして、うん、まあそこまでのものがね、出せるとね、出してくれた到底思えませんが、財政難、嘘だったんですね。いや、嘘じゃないです。はい、ゆうさん、広告800ポイントありがとうございます。はい、ドラケテンも永久バンダが無理ですよねえ。まあまあ、鬼。いやー、無理でしょ、うんね。だから今からね、もうちまちまでもね、うん、苦しょうで、ね、ちょっとずつ貯蓄はしていかないとですね。まあね、別にエロバレーのためじゃなくてもね、まあね、後々、ね、またいつかパソコンをね、買い替えなきゃってこともあるでしょうし。その日のために何に誘うんですか。嫌ですよ。クリショーだったら何年分かな。さあ、続けるの。貯蓄何億？だからだいたい一月に1万としてね、うん、1年で12万でしょ。まあ半分親に取られるから、うん、ね、6万まあ、3年ぐらいあれすればね、18万、うん。そしたらね、次のパソコンもね、まあ問題なく、うん、なんとかなるでしょうからね、うん、だからあと3年このパソコンでね、なんとか持たせなきゃいけないってことですよね、最低でも。貯蓄何億？100円嘘。8000円は一応今ありますね。8000円で多分ね、20日頃に6000円、来週かな？今日何日でしたっけ？ 16 か。どうせこのパソコンも投げて壊すし。パソコンぶん投げられるほど僕力ありませんよ。はい、ここがありがとうございます。ゲストさん100ポイント、腹大根でもいい。ちょっと腹大根やめましょう。あー、お水美味しい。うん、
ビスケット売り場以上の怪力が出てます。そんなんば。そんな怪力あったらね、もっとね、重労働やってますよ。ちょっと喉が渇いたんで、飲まして。寒いのにまた氷水飲んで。ねえ、だって美味しいんですもん。やっぱ飲み物はね、冷たい方が、うん。ねえ、一応ちょっとお腹もね、良くなってきてるみたいですから。うん、ちゃんとくだらずにね、出てますから。うん、ちゃんとね、体ね、ちゃんと服は着込んであったかい格好してるし、うん、大丈夫ですよ、その辺は。冬は水が冷たいからお得だよねって思ってそう。北の道で2回攻撃なんだっけ。そうですね、 AI で、うん、確か確率 50% でなんか2回行動みたいですね。ランプの魔王だったらね、なんか 100% みたいですが、うん、まあただ AI 行動だからね、命令させろだと、うん、2回行動にならないのはたまに傷なんですけど、帝王は何回行動？僕10分の1回行動ですよ。はい、たまに傷でしょ。はい、111組さんいらっしゃいませ、おはようございます。はい、今日も今日でね、またこんな年の瀬だってのに単調な作業配信やってます、うん、でもいいですよね、こっちの方が気が楽でね、うん、起きないのが当たり前の前提ですから、うん、ただボタンポチポチしてね、適当にやってりゃいいんですから、気が楽ですよね。はははは。あー、楽ちん。6ってもうどれくらいやってる？この配信、縛り作業始めたのが確か今年の4月ですから。まあ、だいたい8ヶ月。3000回。ね、何言ってんですか。そこまでいかんでしょ。さすがに。さすがにそこまで行く前に。ね、だって今までのね、自己ワーストが1750ぐらいですよ。ねえ、こいつだけそんなね、言って。ねえ。去年はプレステ2のドラクエ5ですね、うん。これは今ね、ドラクエ6ですから。記録出して。記録。さあ、だワースト記録ってどんなもんなんですか、そのニコ生で。ね、この1024分の1の、うん、そうですね。でも時間にしたらどんぐらいでしょうね。だってランプの魔王は確率256分の1ですから、確率自体はね、こっちより低いんですよ。今8ヶ月か、うん、残り2ヶ月、もう名前は決めたの？秀樹は嫁にやらん。名前って何の名前ですか？何の月と勘違いしてんですか。別に臨月とかじゃないですから、ね、サンジさんとの子供です。何言ってんですか。なんで男が子供を産めるんですか。シュワちゃんは妊娠してたよ。映画でしょ。何がですか、知らないですよ。オートサンジの絡みを想像したらプッツドになりました。なんで想像するんですか、自己責任でしょう。帝王ってサンジさんと面識あるの？ありませんよ。多分向こうは僕のね、僕のことすら知らないでしょう。ね、多分帝王って言ってもね、誰ってね、言われるでしょうし。ね、どうなんでしょうね、僕の知名度っていうのは一体今現在するわけないでしょ、映画のあれでしょ。いやですよ、そんなことないでしょ。何、僕の話題がなんか他の配信で出たことってありますね。え、出たとしても帝王って誰ってね、それでおしまいじゃないんですか。
ね、まだまだ僕なんかね、下っ端ですからね。かといってこれ以上ね、上に行けるとも思うし、片思いかな。片思いってわけじゃないですか。誰が、うちさんとかに知られてたらもう全員に知られてるよ。おったんとは仲良いよね。いや、おったんさんとも面識ないし、多分おっ、名称ってなんて言うの、うぐって出てくるのアニメの女の子ばっかりだわ。正式名称って、だからさ、サンジさんはサンジさんじゃないんですか。ヒカキンが帝王の話してたよ。それ別人じゃないんですか。なんか関係ないけど、昨日なんかね、コミ爆破のなんか話題で、なんかね、誰か僕のことね、なんか、ね、別人となんかかね、別の人となんか勘違いしてた人いましたよね。誰だか知らないですけど。ねえ。ドラクエやったらドラクエの生主に知られてるんじゃないの？ドラクエの生主って言ったってね、ピンキリでしょうからね、誰が知ってるって話になるでしょうし。ドラクエって言ってもね、多分ね、僕のね、あれはやり込み系ですからね。それはやり込み系の生主さんだったら、ここ開いたことあるんじゃないの。そうし、だって RTA じゃないですもん。僕はどっちかって言ったらね、やり込み系でしょうからね。初見です。はい、138組さんいらっしゃいませ。こんにちは。初見さんいらっしゃいませ。はい。でも確かね、昔ね、僕がね、ドラクエ5のね、あれしたところね、確かね、真っ先にじゃないけど、囚人番号が3だったというのが有力な説らしいよ。それ配信3時さんだから、深夜の3時に配信してたから3時さんって名前じゃないんですか、違うんですかね。ねえ、ねえ、夜中の3時からね、ゲーム配信してたからって。3時のやつの3時だと思ってた。まあもうね、ちょっと、正式な由来は僕、別アカウントじゃないでしょう。ねえ。でも3時さんもね、昨日もね、なんかポケモンやってたし。へえ、そうなんですか。そっから来てんですか。サンジって85キロだって、帝王が気合だけで消し飛ばせる。無理ですよ。さすがにサンジが本、まあ、いや、まあその数字じゃなくてもね、確かに当て字って可能性あるかもですよね。ヒロシです、ヒロシです。うん、帝王サンジさんの間違いは測定性するほど思ってるからな。何がですか、別に思ってありませんけどねえ。まあ、別にね、僕も大手になりたいってわけでもないですし。昨日も寝ない枠やってたね。すごいですよね、本当に。来る男だから3時でしょ。それが由来なんですかね、なんかいろいろ。ごきげんよう。はい、どうも148組さんいらっしゃいませ、こんにちは。はい、ゆずじゅうさんもいらっしゃいませ、こんにちは。体重的にはね。配信の知名度的にはね、僕がね、多分20人ぐらい集まってようやくってところですよね。何言ってんですか。配信時間もあんまり被ってないし。いや、被ってないけどね、でも。確かにそうなんですよね。こんな暇な配信する人いないよ。ね、あいつが普通のリスナーの時はそんな話だったよ。普通のリスナー、なんで、サンジさんももともと何、リスナーで、有名だったってことですか。何のことですか。どのナメック星人ですか。で、結局なんですかね、ちょっと知らないですけど、昨日のポケモンも結局ちゃんとクリアしたんでしょうね。まあ、当然ですけど。起きた時に終わってたから、すごいですよね。でもね、普通にいいですよ、恥ずかしい。すごいですよね、48時間とか寝ないで。
そうですか。基本的にちゃんとクリアしてるイメージ。でもペルソナ1はやめてた。ペルソナ1はやめてた。知らないけど寄ってたコミュでそう言われてた。なるほどね。根性 ID でコミュしてるやつは恥ずかしいってバカにした？いや、バカにはしてません。僕はちょっと恥ずかしいっていうか、なんかね、まぁ、ちょっとなんか、自意識過剰なせいかね。ロックマンはどうだったの？一応昨日クリアしました。なんとか、きつかったけど。なんだかんだね、今年やった配信の中であれが一番クリアして嬉しかったかもですね。今さら帝王に恥ずかしいことなんてあるの？ありますよ、そりゃ。2番目は、2番目、今年123456789万1011クリアするまで寝ない枠やってみて。持ちませんよ、僕24時間すらね持たなかったんですから。そういうね、やっぱりやめときましょう。僕には寝ない枠配信はね、アクションゲーム並みに合わないでしょうから。クリアしてないでしょう。まあ、それはね、17時間。まあ、前回やったのがね、このあのね、ドラクエ5ね、ドラクエ5の作業枠ですからね。だから、ね、もっとね、普通のゲームだったらね、もうちょっとね、眠くならずにもしかしたらね、いけるかもしれませんけど。どうかな、それでもね、24時間持たなかったらどうしましょうね。まだ秀樹ってねえのかよ。してませんね。はい、166個目さえ出してました。こんにちは。でもやっぱりね、精神衛生的にもね、ちょっとな、寝ない枠僕にね、ちょっと合わないでしょうし。太い枠は何時でもできるのにね。それってどういう枠なんですか。スライムはあっさり仲間にできた？スライムはあの一応対象外ですから。秀樹は嫁に一応下にね、仲間にした対象モンスター書いてありますけど、スライムは入ってないんですよ。まあイベントでなるルーキーはね、さっきじゃないけどね、ちょっと前にしましたけど。眠たくなったら寝配信でいいじゃんって言っても必要ですよ。むしろ今日だって僕、ね、長いしないけど、今日ね、昨日あれしてから10時間ぐらい寝てましたよね。まあね、たまったつか疲れが溜まってたっていうのもあるんでしょうけど、ね、10時間寝ちゃうぐらい、してませんよ。やばいですよ多分。多分ね、皆さん聞かない方がいいと思うんですが。腹太鼓疲れ？腹太鼓じゃないですね。眠ったように死んでたんですね。はい。177個目さん、いらっしゃいます、こんにちは。でもそんなこと気にね、そんなこと気にしてたら、ね、寝るものも寝られなくなっちゃいますから、いいんですよ。何がスケベですか。まあ今日はだからね、ちょっとダラダラ、ね、ゆっくり、まったり、ね、手抜きでやらせてもらおうかなって思ってます。てか、手抜きでやってますけどね、今。いいですよね、これ。さあ、わかんないですね。なんでしょうね。ショーでダラダラ。ネットでくぐれば何かとか出てきませんかね。手を抜くって言って、何が手で抜くですか。ね、いいですよね。こうやってね、ボタンポチポチ押してて、ね、あれしてるだけで。横になりながらね。何が10位ですか。ねえ、これでダラダラできるんですから、いいですよ、ね。友達の父親が寝てる時に無呼吸で亡くなったよ。嘘、亡くなるんですか？手を打って入院したことある？あるっちゃありますよ。子供の頃にもね、一回あったんですよね。ちょっと風邪こじらせて。ねえ、まあ肺炎とまではいかないけど。それくらい。
俺のシーンも無呼吸だったな。ちょっと待ってください。多分もうちょっともう一人勇者完走する。え、俺のシーンって。じゃああなた今死んでるんですか？無呼吸検査のポスターあったので耳鼻科かな。耳鼻科ですか？なんで DT の入院で、ほっくり。いや、あるでしょうけどね。まあ、しょうがない、なったらなったら。帝王は常に無呼吸なの？無呼吸だったら死にますよ。逆にそれでぽっくりいけんだったらそっちの方がいいかもですね。うん、無呼吸で。ね、苦しまないで。ある日ぽっくりってなったら。おさんですか？うん。おさんって何のことですか？夜寝てそのまま行っちゃった人もいるし、帝王の円形はすでにぽっくりいったの？何のことですか？スペックみたいに5分間無呼吸連打が得意技ですもんね。何ですか無呼吸は？知りませんよ。はい。197個目さんいらっしゃいませ。遺品系はどうでしょうね。エラ呼吸。何がエラ呼吸ですか？妖精類？はははは。豚はまだ一応哺乳類でしょ。呼吸ピストンです。呼吸ピストンって意味あるんですか？帝王は水中で修行するんでしょ。何を修行するんですよ。知らないですよ。何ですかケツバカって。何の修行ですか？はい、宇宙ヒーロー、これでいきましょう、ちょっと。はい。そうなの。さあ、なんでって言われても、ねえ、なんででしょうね。犯人が死んねえ、死んで、犯人が死ななきゃ、後々、ねえ、報復しに来るからじゃないですか。なんでバーバラって外せないの？なんででしょうね。さあ、それは僕も知りたいですよ。ねえ。外したいですよ。ねえ。カンカンはあとなんと魔法戦士パラディンだけど。アムロッコ帰りの新作が1時間前にアップされてた。何？ああ、そうですね。はい。一応、はい。ドラクエ4も一応ね、動画上げたんで、まあ、興味ある方見てください。何がしね、死刑なんですか。使いしないとまた当てたよね。やはりね。あとなんだ、魔法戦士。同窓会で1億円自慢してたじいさんが頭パッカーンされて昇天したよね。ねえ、すねえ。帝王はバーバラで抜いたことあるの？ないですよ。むしろ抜いた方いるんですか？バーバラで。あと誰だ？そういう、魔法。帝王の肉が何だって。バーバラで鍛えてないでしょ。バーバラで。なんでどうやって抜くんですか。ねえ、いや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 。そうじゃなくて。何が1バーバラです。バーバラだってね、言ってるロリコンの範疇じゃないんですか。バーバラってな、年いくつ？ねえ。皆さん人にね、なんかね、ロリコンだロリコンだとか言って、ねえ。帝王はミレイユで抜いたのか。何、ね、ミレイはダメですよ。犯罪者の範疇ならなお帝王のゾーンじゃん。何言ってんですか。いや、だからもし、何が発散ですか。帝王はスライムでしこるのよね。何言ってんですか。帝王で抜いたことある人いる？いるわけないでしょ。てかそんな人いたらね、もうちょっと来なくていい。帰ってというか、何がノーですか。僕の一体何に抜けるって言うんですか。ね、顔出ししてるわけじゃないのに、何がノー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 ですか。いや、まさかのアモス。何がアモスですか。
アーヤ様でなんでそういうこと言うんですか。アーヤさんもちょっとなんか悪い方になんか最近染まりつつありません。大丈夫ですか。やだ。そうですね。もともとね、うちね、僕の配信最初にね、見てた頃ね、リスナーさんももっとね、なんかね、おとなしいというかね、塩らしい感じだったね。ね、だんだん日が経つについてね、どんどん皆さんなんかね、本当に。悪のね、悪の道というか。何が帝王、何で僕なんですか。こんなに愛してくれてる人がいるよ。愛されても嬉しくないでしょ。帝王のリスナー叩きが始まったぜ。帝王でむチャレンジ。何がチャレンジですか。そんなしょうもないチャレンジしたってしょうがないでしょ。知りませんよ。あっちじくってもいいんだって舐められてるんだよ。そういうことですかね、本当に。もっとね、厳しく取り締まんなきゃダメですかね、本当に。なんか眠いっすね、本当に。十分睡眠取ったはずなの。エリルさんがチンチン描くようになったらこの子も一人前だよ。もう一人前ってかもうおしまいでしょ、ワコンでしょ。何が東洋だと眠くなるらしい。ああ本当にそのせいですかね。まあ眠くなってね、寝られるならまだいいんですけどね。ひどいときは眠くなってもね、寝れないときとかね、ありましたからね。まあ、それに比べれば今ね、マシではありますけど。眠気のあるやつはみんな糖尿。エリルさんは帝王にとって唯一の癒しのようだよね。帝王で抜ければ、どんな女でも平気な気がするよ。どういうことですか。ね、でもね、そんな女性で妥協とかね、しても後々後悔するんじゃないですか、恋愛にしてもね、恋愛するにしても、結婚するにしても。そりゃね、理想のね、自分の理想の女性なんてね、なかなかね、出会えるわけでもないし。一回だけ一致苗書いてなかったって、してればいいじゃん。一回あったかもですよね。ね、でもそれ以降はまたね、ちゃんと普通のに戻ってくれましたからね。悪の道に染まらず、捨てればいいじゃんとか、何鬼畜なこと言ってんですか。人としてあるまじきことをさらっとね、言わないでくださいよ。帝王は18歳オンリーだからな。オンリーではないですけど。経験のない人に言われたくない。いやいや、ボットなの。感染したら処方箋ってある？さあ、どうしたらいいんでしょうね。魔法使い、性生活を語る。いや別に性生活に限らずですけどね。だから性格的にね、やっぱ合う合わないとかだってあるでしょうし。ねえ。ねえ、遊びに出て。ルーキーですもんね。まだまだか。どうしよう。今来たばっかりなのに。まあいいや。乱数変わるかもしんない。もう一回戻ろう。でも18歳じゃないとダメなんでしょ。別に。なんで18歳。だから僕のストライクゾーンは、だから15から25ってね、結構広いですよ。本当にキラマミって4匹めでるの？え？実は出ないとかな。出ないってことはないんじゃない？さすがに。ねえ、出なきゃ出ないでね。じゃあね、僕がって。ねえ、15。それ言ったら18だって犯罪じゃないの。
自分が25よりはるか上なのにこう供述してる、うん、いいじゃないですか、あくまで あくまで偽装ですからね。15歳で番でもね、別にね、実際に手出さなきゃいいんですよ。ルーキーが魔法使いに転職した。なんで D ってそこにこだわるんですか。いやでもすごいですね、お金ももうすぐカンストですよ。99万になってもね、仲間にならないとか。いや本当にいいかでもう来てくれてもおかしくないんですけど、これ本当にならないとかまさかないですよね。でも本当にそんなならない仕様だったらね、絶対誰かしら見つけてると思うし、でもね、もう酒場のカウントにはまだあれだと思うんですが、ちょっと気になるな。ちょっといいですか。いや一応魔物使いますよね。ちょっとスライムで試してとりあえず。あったらプレステ5買えるやったね。理想を語るな現実を語れ。いいんじゃない。ちょっとあの他のモンスターで試してとりあえず起き上がるかどうか、うん、枠がいっぱいでない、多分なってないと思うんですよね。きね、10の12の13だし、ここら辺多分スライム出るでしょうから。私も気になってた、ルイダの酒場枠空いてるのかな。いや多分ね、確認したら15なんですよね。ほら起き上がるでしょ、うん、ね、だからそこは大丈夫なんですよ、起き上がる。確かに1回あるよ。いや、あるにはあるんですけど、だから15なんですよ、仲間モンスター枠も。で、僕の仲間モンスター枠、今一応13ですかね。だまだ2枠余裕あるから、うん、大丈夫なんですよ。でもね、起き上がるやっぱ、まあ、1024もね、ちってのはね、だからそういう、ね、疑心暗鬼にかかるくらいのね、やばい確率だってことですよ。あれ、どこだっけ、え、どこ、大丈夫ですね。じゃあ単に起き上がらないだけなのか。僕の引きが悪いだけでしょ。あれ今スラリン断るなんてブワ。しょうがないでしょ。どこで？こんなとこに。なんでこんな変なとこに。だからあとはね、僕の根気の問題ですよ。僕がね、諦めなきゃね、いつか仲間になるんですから。自分より弱い奴の仲間になりたくないんだよ。何がですか、そんな根拠はもうとっくに逃がしちゃいましたよ。誰がそんなうまいこと言えんで、畜生。何が嫌いかより何が好きかで自分を語れよ。だから僕は15歳から25歳ならいいって言ってるじゃないですか、ね、え。フィリピンか韓国人の嫁迎える？美人だったらありじゃないですか、別にね、外国人だろうと、うん、ねえ、僕がねえ納得するくらいの、うん、でもそもそもね、そのフィリピンの AV で抜けますか？ものによるんじゃないですか。何がうわですか。そんな皆さん、そんなうわって襟好みできるくらいあれなんですか、皆さん。68歳トメさんはダメなの？ダメ。でもマンション取られるよ。別に僕が死んだ後だったら別にね、いいですよ。ね、好き勝手にしてくださいよって。うん、ね、親が死んで、僕が死んだ後だったね、別に。ね、そんなもんね、持ってたりしますよ。アホじゃないですけど。ね、でもそういうことでしょう。違うんですか。
し。好みを選ばなければ一致できますよ。好みよって。いや、でも好みは選びたいですよ。そんな。まさらそんなね、ばあさんなんかとね。はぁ、あ。キラーマシンにはガンガン行こうぜ。ではグレメタルは自分で操作、うん、昼に飲むビールは美味しいでしょう。まあ、ハグレメタルはね、どうしてもあの、シップ好きしないとあの、枯れないんですよ。バックでして顔になければブスでもいい。ただ AI ほだからね、シップ好きしてくれないからね。そりゃ、なんでそんなの見ようと思うんですか。ねえ、いくら興味本位だからって。ひねり飲むビールじゃないですよ。水ですよ。氷水ですよ。ああ。ねえ、だから。はぐれメタルカルナだね、いちいち命令しなきゃダメなんですよ。知らないです。何、ムカデ人間にって何ですか、それ。映画かなんかですか、知らないんですけど。ちょっといいですかね。ちょっとだけ。粛清しようとしてる。違います。違いますよ。いや、粛清じゃなくて、ほら、神野さん、この間、ほら、うっかり小手派変わったじゃないですか。一回、何かのあれね。だからそのあれでね、その小指の色がね、ちょっと変わっちゃった。なんかちょっと違和感重いんですよ、神蔵さんのね、あの色。ただそれをね、ちょっとやっぱりあれだから元の色に戻そうかなって。違いますよ。何言ってんですか。これかな。カチカチ。ちょっと違うけど。いじられ動画。違いますよ。はい、どうも281コメさんいらっしゃいませ、こんにちは。前どれだったかな、もうちょっと薄い黄色だったような気がしたんですが。まあ、いいか、これで。さーてと、そうそう、なんかやりますか、ゲームでも。じゃあ、四川省行きます。エンカウント回数は自分でカウントしてるの、はい、エンカウントの回数じゃないです。倒した回数です。手動で。ちゃんと色分けしてるんですね。ジョモさんは黒くして見えなくしてるの、なんでですか。個人情報チェック。個人情報チェック。はい、じゃあ、はい、スタート。色分けしてるんだ。いや、色分けっていうか、いや、あの、ツールが勝手に、自動で色、ね、設定してんですよ。それがね、あの、ね、この間、ね、神野さんが、ね、小手派、変わっちゃった、ね、トラブルがあったから。今まで生きてきて何回エンカウントした？何とのエンカウントですか？何言ってんですか？してませんよ。ツールの設定でただね、小手半登録してる人にはね、色がつくから、ただそれだけですよ。はい、ということで、わつよ。はい、1位、みへんめいせむさん、1万800ポイントおめでとうございます。2位、いそいさん、3位、てっさん、4位、ゲストさん、5位、くものさんってことで。
ね。もう、はい、291個目さえ出してません、こんにちは。僕、ね、その、ちゃんとプレミアに差をつけてるのね。差はつけてませんよ。正規の方、正規の、ね、ルートで、行ったわけじゃないんで。ね。パスポートいくら取得とか、ね、そういったことは、ね。1万800円。何が入る？あ、ごめんなさい、失礼。ね、どう言ったんでしょうね。内緒ですけど。ギフトをくれるリスナーとその他コッパリスナーでは、違いますよ。何もね、だから僕はだから言ってんじゃないですか。ね、一般だろうとね、プレミアムだろうとね。固定班だろうがね、嫌よだろうがね、分け隔てなくね、平等にね、扱いますから、違法ね、どうなんでしょうね。なんか今日疲れますね。やっぱりアクションゲームやった後だからですかね。はい。さあ、いくら、僕そんな、いくら、どうでしょうね。さあ、わかりません。どんぐらいでしょうね。その辺はね、僕もわかりませんよ。いくら見ついたらね。ね、でも、追い足しとかまた、何が一口って。ね、今もう腹太鼓やってませんからね。そんな300円とか言われても。ちょっと失礼。玉太鼓はしてるよね。何ですか、玉太鼓って。むしろそんなんで太鼓みたいに音が出せる人がいるんですか。いやー、本当にね、来ませんよね。なんでこんなぶっちぎりのワーストにこいつなっちゃうんでしょうね、なんか。早く終わりたいんですけどね。これもいい加減。年内ぐらいでね、終わる見通しだったんですけどね。こいつのせいで、畜生。今、シティハンターの実写映画やってるらしいズプ。どこで？実写映画って、いつの実写？昔の？ジャッキー・チェンだかが出てたシティハンターの？弾で50キロあるよね。何が知らないですよ。何で弾で50キロ。なら見たい。どこで見れるんですかね。映画館で今。映画館でやってるんだよ。さすがにね、映画館まで行ってね、見ようなんて気は起きないでしょう。ところで今何やってんの？キラーマシンズを仲間にしようとしてんですよ。何やってるのって。あとハグネメタルも一応ね、同時に狙ってますが、おやつは何でしょうね今日。またチョコじゃないんですか、ね、チョコをチョコっと。帝王いつももっこりもっこり言ってるから好きなのかと。ちょっと待って、僕がいつもっこりなんて言いました。はい、はいじゃなくて、はい。315個目さえ出します、こんにちは。ね、今
ね、いつもっこりなんて。アイスはね、ちょっとね、やっぱり糖尿のあれがあるから、ね、ちょっとアイスはちょっとね、控えようと最近思ってるんですよ。プリンちゃんとかも言ってるよね。何？プリンちゃんって誰ですか？ね、やっぱり確かにね、糖尿のせいでね、疲れやすくなってるかもしれないから、まあ多少なりともね、ちょっとね、控えようかなとね、うん、はい、なんかやります。これ何でしょう、あれか、つもマージャン、あれか、マージャンのやつか、うん、下げの水よ、攻撃って何やってんの、うん、どのサレンですか。いや、本当にこれ起きやがなんでこんなね、ここに来てこんなドハマり来ちゃったんでしょう。まずい、まずい。いやー、ほんとにこれ、3000いきそうですね。まるで来る気配がない。どうしたもんでしょう。とりあえず何か張りながらまったり行きましょう。そうですか。確かに慌ててもね、どうなるもんでもないですからね。そこまで行きませんよ。じゃあツモマージャン行きましょうか。はい、よかったらどうぞ。そんなにキラーも集めてどうすんの？どうすんでしょうね。今更だけど魔物使いパーティーにいるよね。え？魔物使いいますよ、うん、さっきも確認しましたよ。はい、325号目さんいらっしゃいませ、こんにちは。もうねえ、ま、でも前にちょろっとね、なしでね、30回ぐらい戦ったけど、今ね、ちゃんと、はい、ドラゴンマスターいますから。通りがかりです、はい、こんにちは、クルー。はい、どうも。ザーテトーラークさんいらっしゃいませ、こんにちは。何がね、何がお歌の予定っていうか、歌の予定なんかありませんよ。そもそもこの配信の目的は何？え？僕が集めたいモンスターを集めきるだけですよ。ねえ。ただそれだけですよ。あ、これ上がり上がりでもやっぱり上がった時点で終わりなんだ。だから高い役作った方がいいってことですか。早きりゃいいってわけでもないんですね。ダメだこれ。ねえ。ねえ、前、でもね、一回ね。二回リーチして上がるの、ね。そんなもんでしょ。一億回記念も歌なしなんですね。一億まで行ってたまるもんですか。はーい、ということで、一、サボテンちゃんさん、これ、これあれでしょうね。多分まあ、青山。はい。複数の人間の肛門特地を結合させて、はい、ファブレスさん、木獣さんということで、はい。おめでとうございます。はい。他でもいいんで、複数の人間と、卑猥ですね。そんな映画、ねえ、誰が好き好んで見たいんですか。この点数だからハマんやね。ハネマン、あ、そっか、この点数か。ハネマンか。ねえ、前枠、前ね、一回やった時ね、誰でしたっけね、は、役満ね、出ましたかね、すごいですね。帝王の後ろの人きつくない？どういうことですか。失礼な。
あとは何にしましょうか。じゃあこっちのゴミ箱のやつやりましょうか。はい。広告ありがとうございます。朝原翔子さん、はい、900ポイント。何サキャンでオフ会しませんか？嫌です。あらの疑いかけられたくない。いやー、これ本当に力加減が難しいですよね。一回入れるだけでも死なの技だっていうの、うん、もう、いや、これ本当にむずいですね、一体。ね、ねえ、損しが生きてるわけないでしょ。はい？ホストに、誰が客で来てくれるんですか。何でしたっけ、あまりにレアすぎる駅でそれで上がったら死んでしまうかも、とか言われてるよね。ああ、中連ポートですか。あれも相当レアなやつですからね。損しなら空飛んでみろ。ないです、うん、はい、終了。あれ飛ぶっていうよりね、浮かぶって方ですからね。くそげ。そういえば帝王うどん派なのに焼きそばばっかり食べて、はい、だから今日焼きうどんでしょ。今日焼きうどん食べましたよね。えてか焼きそばそば派に入るんですか。はい、あ、強い。はい、見に来たさ、1万5000ポイントおめでとうございます。はい、2位ゲストさん、3位テツさん、4位デューさん、はい、5位僕ですね。入るのそれだったら僕じゃあそば派になっちゃうんじゃないですかね。もう焼きそばがそば派だったらそりゃ、ね、焼きうどんバニラアイス風味、適当にやったのにくらい。まあ十分でしょう。ゲンミスタさんいるならお絵描き、やります。うん、じゃあお絵かき、はい、いつも通りお題は自由でいいんで、うん、じゃあ、はい、書いてください、お願いします。帝王海バナナ牛乳うどん食わせたい。何ですか、そんな甘ったらくてまずそうなの。そんなの本当にあるんですか。すごいですね。お絵描き始まったら本当にね、ピターってコメントが静かになっちゃうんですから。今ガリガリ新レーズンバターサンド味出てるよ。そんなのあんねんね。レーズンバターサンド味言うの。どんな味なんですかね。
はい、時間かな？はい。じゃあ、見ていきましょう。はい。ってことですけど。はい、見ていきましょう。死にかけと言われたからネタ考えてなかった。いやいや、別に、ね、無理して書かなくてもいいんですから。うん、はい、ということで見ていきましょう。はい。ブリオさん。はい。ドロテイオンって。ちょっと、僕にしたらちょっと細すぎません？もうちょっと横にぶつけて、ね。泥だからセーフ。うん、セーフだろ。スタンドみたい。ね、まあ、いそうですよね、スタンド。モンスターみたい。モンスターですね。うんち人形。何みんな踊り踊れる無理です。無理ですよ。踊れませんよ。ね、揺れる踊りだったらね、できるかもしれませんけど。のびたさんのエッチ。何がですか？アイスクレッチャーまだですよ。はい、ありがとうございます。次。何これ。なんでだこれ。小粒子さん。どういうあれなの？ねえ。帝王みたい。帝王っていうか、帝王、僕を書いたんじゃないですか。ねえ。オットセイかな。ねえ、ちょっと。ねえ。ある意味、いつも書いてる絵より危ないじゃないですか。これはプレイ中の帝王さんですね。何がプレイ中ですか？力を一手に出る。どうやって埋めるんですか？東王って、これから東王って名乗りましょうかね。はい。はい、じゃあ次。はい。はい。はい。梅原さん、はい。エルフ見てるかって、どういうことですか？潰れました、具は。ねえ。本当に。ねえ。まさかね、エルフが潰れるなんてね、昔は思いもしませんでした。はい、ありがとうございます。次。はい、アリスは長生きだよね。どうなんでしょうね。アリスも、どうなんでしょうね。はい、誰がブチショッパーですか。はい、安倍晋三さんがしますが、もう、ね、焼きそば、うん。ね、美味しいですよね。やっぱりあれでも、なんだかんだ言って。ね、食べたことない人はね、一度ね、なんかで聞くね、見かけたら食ってみてもいいと思うんですが。はい、ありがとうございます。手を汚い。うん、まあ、ちなみに今日は一応、焼きうどんですけどね。アーヤンさんは焼きそば派のようですね。ですかね。はい、ありがとうございます。はい。僕はマウスです。何ですかこれ。何ですか、適当すぎでしょ。クリアをね、チートとか。ね、一生懸命あれしてクリアしたっていうのに、本当に。何がチートですか。しかも、トコレテンとかな。何のネタですか、日常で見たあれですか。ね、何言ってんですか。はい、でもね。褒めて言ってくれたことは感謝しますよ。はい。ありがとうございました。はい。次に。はい。チャテトラーさん。はい。今週は秋間記念。今年はまさかここまでチームは当たり来ないと。いや、いや、来ない。いや、それだったらもう、やめればいいじゃないですか。別にね、競馬みんなって言うわけじゃないんだから、馬券買うのやめればいいじゃないですかね。何も。ねえ、お金。ねえ、いくらねえ、ねえ、つぎ込んでるか知りませんけども。ねえ、才能がないとは言わないけど、やっぱりね、ギャンブルなんてね、負けるんですから。ねえ。
まあね、アリムは大臣騎手を抑えとけってバッチャが言ってた。そうですか。ねえ、もうね、今すぐ歌えないけど、もうこれでアニメ外したらもうね、ちょっといや、あ、考え直した方がいいんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。次、はい、見に来たさん、はい。はい。ありなんて言ったありがとうか。かわいいってか、不気味でしょ。不気味でしょ。なんで首から手が生えてるんですか。おかしいでしょ。明らかにおかしいでしょ、あれ。もぐもぐ。ロングネックマンさん、恐竜みたい。おかしいでしょ、あれ。胴体じゃなくて首から手が生えてるでしょ。ねえ。なぜか知らんけど、カレーもあれだし、うん、何なんですかね、うん、はい、ありがとうございます。有馬外したら今年いっぱいは競馬自重し、今後ですよ、今年いっぱいってもう有馬で最後でしょ。はい、次、あ、テスさん、はい、あ、すごい、お、おや、これはかわいい、うん、何のキャラですかね。今年ってあとちょっとでしょ。ね、かわいいですね。かわいい、うん、誰でしょう。ジェイコちゃんかな。ジェイコちゃん、こんなに可愛かったね。なんでしょうね、なんか見たことある。帝王の妹でしょう、ね、うん、妹じゃないですけど、うん、妹、こんな可愛い妹いたらね、もう本当にねえ、なんでしょうね、合いますとか、うん、手出しちゃうって言いかけた。いませんよねえ。はい、ありがとうございました。はい、これで全員かな。はい、ということで、はい。さあ、どうでしょうね。はい、ということで、7人の方、はい、お絵かきどうもありがとうございましたと。帝王、今までのお絵かきのイラスト保存してるの？え？昨日の娘のやつまたみたい。本日の名作ばかり、下もなかった。いや、そんなに保存はしてませんよ。癒しですかね。必ずしも癒されてとは思えないですが。そっちか。宝箱か。もう、なんででしょうね。宝箱ってどんぐらいなんでしょうね。60分の1ぐらい。いいですよ。あやぶさの件はもういらないですけどね。今まで宝箱何個落ちた？どうでしょう、正確に数えてないからわかりませんが、でもね、もう10個ぐらい、10個以上落ちてるでしょう。はやぶさの件の数でわかるかな。はい、どうも、ラムニューさんいらっしゃいませ。はい、こんにちはです。ちょうど今、追いかけて終わっちゃったんで、申し訳ないけど。ちょうどやっちゃったね。ねえ。一足遅かった。どうでしょうね。はやぶさの剣がここに7本でしょう。で、今、装備してんのが1本あるし。誰だ、一人装備してましたよね。で、今手に入って9で。10はいってないか、でも8回ぐらいは落としてる。ちょっともう残り時間的にもちょっと厳しいでしょうし、もう。思ったより落とさないんだな。帝王の母親ってモンスターなの？なんでモンスターね。僕がモンスターだからって親がモンスターとかね、あんまり、親のことはね、あんまり言うと、ちょっとそれはちょっとあれですよ、さすがに。ネタとしてもちょっとシャレにならないですよ。ちょっと今後は控えてくださいね。ママオーパパオー標準体型って言ってたよね。ね、帝王はゴブリンスレイヤーに出てくるオークだよ。ねえ、なんで人間から豚が生まれたんでしょうね。本当に。
親関係の悪口は頭にくるからな。ねえ、僕個人ね、どうこう言うならいいですけど、さすがにね、ちょっと親のことまでっていうのはね、さすがにいくらネタでもね、ちょっと。その代わり帝王はボコボコにしてもいいんですよ。ほどほどにね。僕だって機嫌が悪かったらね、僕のことでもね、あれしますよ。はい、どういうこと？パパオとの関係って。母さんって名前あったよ。それ、なんか知らないけど、なんかリスナーさんが、なんかね、袋に名前つ、ね、母さんで付けさせてって。帝王にならいくらでも罵倒しても良いんだから、それで我慢してください。帝王ボコボコにしていると聞いてきました。ボコボコに、でも僕だって反映しますよ。あ、431コムさんいらっしゃいませ。なるほど、それで米したのね。そういうことですね。ねえ。本当にもう、いつまでレベル上げするんですか。さあ、どっちが先でしょうね。母さんって何のモンスターなの。モンスターじゃないです。あの袋の名前です。あのね、命名詞のところで名前変更できるところでね、袋にも名前付けられるんですよ、うん、それです。初めて知った、うん、僕も意外と知られてないみたいでね、うん、リスナーさんから付けてって言われたから、母さんにコンボを入れた、うん、何卑猥なこと言ってるんですか。なぜ母さん知らない。だからこう、うん、だから439コムみたいなネタを言いたいに引いたいがためでしょ、うん、お袋だから母さんです。そう、多分そっちにはかけてないと思うんですよ。なるほど、頭いい、うん、いやー、しかし来ませんね、なかなか。ていちゃん、わっさんになり、喫色悪いこと言うなよ。おろろろろろ。僕が言ったわけじゃないと思うんですが。はい、445個目さんもいらっしゃいませ、こんにちは。帝王最低だな。何言ってんですか。わらわら。結局今日も何もなしで終わっちゃいそう。ね、昨日のね、僕の検討にね、神様をね、クリスマスプレゼントだよね、クリスマスプレゼントだよってね。こんなでないのになんだな。ね、うん、いやね、まあね、僕の中でもね、これね、今ぶっちぎりのワースト記録ですからね。でもね、皆さんもこれ見てね、ちょっとね、考え、あ、ね、改めた方がいいんじゃないですかね。1024分の1でもね、これくらいね、ドハマりすることがね、あるってことですからね。確率上では2回出てもおかしくないんでしょ。まあ2回かどうか知りませんが、ね、1024分の1ってね、こういうこともね、十分起こりうるってことね。ないですか。神に見捨てられたせいよ、ね。でもそれでもね、諦めなければね、いつか。3回で1024の抽選だからね。ね。なるほど。だから、ね、1024回勝ってもね、それまでにね、来る確率としてはね、せいぜい、どんぐらいでしたっけ ?60% ぐらい ?60%? そんなもんですからね。でも2000回超えればね、さすがに、
ね、80から90の間ぐらいはね、確か言ってたと思うんですがね。なんでこんなことしてるんだろうって思わないの？思いません。そんなこと思うんだったら最初からやりません。諦めません。最後までやり遂げます。むしろ今までが早く出てる分、ならしたら確率に近づいてる。今の回数だと 85% くらいかな。85ですか。そんなもんですね。だからそれ、これだけやってもね、まだね、逆に言えば 15% の人がね、仲間にできてないってことですからね。その諦めない精神を別で活かせていれば。ね。なんででしょうね。こういうくだらない、しょうもないことにね、こだわるんですよね。大詰めに来てるけど、これ終わったらどうするの？はい。もう13時ドラクエが死についてしまった。いや、一応だから予定としては、だからね、ちょっと今頓挫してるね、ダビスタね、あれをやろうかなってね、毎日1時間半ぐらいで。お馬にするのか。ね、あれだってまだまだね、ちょっとゴールがね、見えてない状態ですから。プレステ2のモンスター集めしてた時なんかリスナー切れてたよね。リスナーさん切れてた。どうでしたっけ？1時間半で。まあ、好きってわけでもないですけど。全所取るの相当かかるよね。だからね、これみたいに。まあね、毎日1時間半でもやればね、まあね、ちょっとずつでもすれば、ね、再来年までには終わるんじゃないかなってね。何がマヤですか？何が種付けですか？馬刺しが食いたいんでしょ？いや、別に食いたくはないですけど。ね、それでね、またダビスター終わったら、ね、また、今度何でしょうね、やるなら、モンスターズですかね。モンスターズでね、仲間モンスター集め。やるかやらないかですが、どうでしょうね。いけますかね。馬刺し食べたい。馬刺し食ったことないけど、そんなに美味しいですかね。新しいモンスターズがいい？新しいモンスターズってどれですか？だってね、DS3DS のね、モンスターズは、ねえ、ちょっと僕配信環境ないから、配信するんだったらね、ゲームボーイか、ゲームボーイアドバンスか、ねえ、あと、ねえ、プレステ1で出た、ねえ、1と2の、ねえ、リメイクぐらいですけど、食べたい。最近金縛りで寝られない。どうしたんですか？だって昨日の配信、僕の配信で寝落ちしたんじゃないですか？全く寝られないわけじゃないでしょ。てか、金縛りって寝られなくなるものなんですか？逆に動かなくていいんだからね、じゃあ寝ようって、そういうもんじゃないですかね。なったことないからわかんないんですけど。ゲームボーイは持ってないですけど。レトロフリークだったら、ゲームボーイ配信できますよ。はい、474個目再現しますもん。じゃあもうすぐ終わりますが、はい。わかんないし、自分の寝てる上によく謎の重いものがのしかかってくる。謎の重いものなんでしょうね。わかんないです。それ猫だよ。猫ですかね。金縛りは体が動かないけど頭が起きてる状態らしいです。それもしかして大体重たさ150kg。なんでさ、その具体的な体重は。なんでしゃもじの。金縛りって寝てる時にけん玉が縛られるって現象だからね。知らない。その金縛りじゃないでしょ。何言ってんですか。ね、僕あんまりなったことないから、いや。素敵な金縛りって映画あったよね。どんな金縛りと聞いて、なんで金縛りと聞いて、なんで食いつくんですか。重装解散いらっしゃいます。金縛りってそういう意味だったのか。違うでしょ。一回あったな、身体動かない時、分かんない。でも動けなくなるでしょ。僕はそういう経験ないですね。金縛りって言うんですかね。なんか頭が眠くて、あれ動けなくなって夢見心地だから変なやつ出てくるよね。
金縛りは現実的な夢やな。あれぶっちゃけ寝てる状態やぞ。金縛りの巻物。そういうあれなんですかね。そっちの方がまあね、確かにつつつまが合うって言えばいいですが。本気で疲れてる時になった時ある。起きた時に目やにがすごかった。結構縛り。確かにね、僕も起きようとして、なんかね、眠くなっちゃう。一回だけなったけど、般若みたいなのが現れた。般若、どうやですか。それ田村ゆかりだよ。何言ってんですか。じゃあ、そうそう、時間ですね。これ倒して、じゃあ、撤収しましょう。で、ラスト四川省で終わりましょう。それスリップノットだよ。子供の頃なったけど動けなくて半分パニックになったな。金縛りになれるやつは幽体離脱遊びできるタイプや。頑張れ。幽体離脱って怖いですよね。だからね、ある意味魂が抜けてる状態ってことでしょう。スリップノットで検索したら普通にかっこよかった。一回金縛りになった時は猫が胸の上に来て寝っ転がってヒゲが顎にコショコショしてくれました。西洋のリスナーに殴ってもらえば幽体離脱できるんじゃない？幽体離脱か。普通に死んで仮死状態じゃないんですか。はい。ということで、じゃあ今日も時間なんでこれで終了いたします。はい。1時間半ご視聴ありがとうございました。と。